いらっしゃいませ、奥のお席どうぞ。コーヒーと本と音楽をテーマにした中空は、繁華街から一本路地に入ったところにある小さな店です。今日もカウンターではいろんな話が飛び交っています。今日もおはがきいただいております。読み上げます。ラジオネームブッチーさんからです。アールグレイが好きすぎて、アールグレイの茶葉が家に大量にあります。スイーツなどに入れると美味しそうですが、何かおすすめの消費方法はありますか、ということです。なるほど、アールグレイ好きです、なるほど、僕も好きです。アールグレイ、アールグレイ飲んだことない方は、香り付けされた紅茶なんですけど、柑橘の香りがついた紅茶です、はい。フレーバーティーといって、香り付けされた紅茶の、中の種類なんですけど、ベルガモットっていう、柑橘の香料が、茶葉につけられた、お茶ですね、種類ですね、なので、ホットを入れると、より香りが立って、その爽やかな香りが楽しめる紅茶ですね、はい。アイスで作っても、結構しっかり香り付けされてれば、飲んだ時に飲んだ後にこう抜けていくような香りが、すごく爽やかです、はい。で、好きすぎてたくさん茶葉を持ってるので、スイーツなどに入れると美味しそうですが、おすすめの消費方法、ですね、当然スイーツにも使えると思うんですが、僕がたまにやる、アールグレイの他の紅茶以外の楽しみ方はですね、お酒に少しくぐらせます。例えば、ジントニックっていうカクテルがあるんですけど、氷を入れたグラスに、ジンとトニックウォーターとあとライムを入れる、カクテルなんですが、このジンにですね、アールグレイをどれくらいかな、だいたい1分ぐらいつけます。ジンにアールグレイを1分ぐらいつけて、でそれを茶こしでこしてですね、グラスに入れて、であとは同じようにトニックウォーター入れてライムを絞るとですね、アールグレイの香りが、ジンに移って、アールグレイ風味のジントニックが飲めます。で、そういう風にしてですね、お酒に少しくぐらせると、その紅茶の香りが、お酒に移りますんで、それで、その香り付けしたお酒をベースにカクテルに使うと、いつもと違う味を楽しめます、はい。で、少しこう気をつけるのは、あんまり長い間お酒につけすぎると味がちょっと渋みというかえぐみまで出てしまうので、だいたい1分ぐらい前後にですね、調整していただけたら、良いところだけ香りと少しの紅茶の味を、いただけるのかなと思います。ぜひ試していただけるとありがたいです、はい。ありがとうございました。こんばんは、中空の佐藤です。いつも中空ラジオをお聞きいただきありがとうございます。ですね、中空のこうカウンターに設置しているお便りやおはがき、質問書いていただくノートにですね、前に岡田さんが回答していて、1ページにこういっぱい書いてある回に僕への質問もあったのを見つけたので、遅ればせながら回答させていただきます。ラジオネーム田村さんでいいと思うんですが、佐藤さんへモーニングルーティーンは、という質問をいただきました。モーニングルーティーンって、中空ラジオも YouTube でやってますけど、最近こう一人暮らし OL のモーニングルーティーンとか、なんか有名人の人もやってるのかな、なんかいろんな職業の人がこう朝の習慣
なんですかね、朝必ずやることというか、なんか布団から出てきて起きるまでをこう映像で流してる人がいたりして、最近聞いた言葉な気もするんですが、僕のモーニングルーティーンは何やろな、歯を磨くのと、決まったモーニングルーティーン全然ないんですけど、最近始めたのはですね、朝起きて歯を磨いたらですね、5分から15分ぐらいだけ、部屋の掃除をするようにし始めました。なんか気づいてるとなんとなくこう散らかっちゃいがちで、これはまあなんか派手に汚すことはないんだけど、日々の蓄積で散らかってるんだなと思うと、ちょっと日々の蓄積でこまごま片付けてればいいのかと思ってやり始めたんですけど、日々の蓄積で1散らかったところに、5分から15分ぐらいで1しか片付けないので、さほど綺麗にはなっていかないというのが最近分かったので、もうちょっと綺麗にしていこうかなというふうに思っている今日この頃であります。皆さん朝の習慣ありますかね。なんか結構僕、やったらええやんっていう話なんですけど、朝散歩に出かける人とか、僕の祖父とかは散歩好きで1日3回行って、朝起きたら必ず行ってたんですけど、散歩とかこうその日の天気とか季節感じれたりして結構いいだろうなと思ったりとか、朝の習慣でコーヒー必ず1杯飲みますっていう人もいたりとか、自分はできてないんですけど、なんかちょっと憧れるモーニングルーティーンみたいなのありますよね。ここの喫茶店のモーニングに必ず行くとか、なんだろうな、なんか他にも意外と自分だけみたいなのもあるかもしれないですけど、そうなんですよ、僕部屋がたまになんか貧乏症なのか、寝巻きのこう長袖の T シャツとかを昨日一日着ただけで刺して暑くなかった時に洗うのかもう一回着るのかとかっていうのを悩んで、なんかなんでか服がそんなになんか動いたりとか、そんなに暑くもないのになんでか服が溜まっていっちゃったりするんで、そういうのを日々解消しています。皆さんのモーニングルーティンももしなんかありましたら、お店来たとか時とかに教えていただければよかったり、僕もなんかちょっとそうですね、取り入れて最近掃除をちょっとずつ始めたので、モーニングルーティンに新しく何か追加できればいいかなとか思ったりもしますので、こんなのあるよっていうのあれば教えてもらえれば幸いです。今日もおはがきいただいております。ラジオネームピリオドさんです。素敵なお店ですね。最近日記をつけていることにハマっています。日記をつけたことはありますか、ということです。はい、岡田は僕は日記、つけてないです。はい、ですけど SNS をやってまして、インスタグラム、ツイッターとフェイスブックで、やってまして、それがなんか自分の日記のようになってるかなと思います。毎日、何か感じたことを、だいたい1日1つか2つぐらいアップしてるので、これがなんか自分にとって日記のような役割を果たしてて、例えば1年くらい前の日、どんなこと思ってたかなとか見返したりしますね。あと僕はおばあちゃん子なんですけど、おばあちゃんと、子供の時からずっと一緒に暮らしてたんですけど、おばあちゃんが毎日日記つけてました。で、おばあちゃんがお風呂から出たらですね、おばあちゃんがメガネをかけて、机の上でいつも何か、書いてるのをよく見てましたね。で、おばあちゃんに日記見せてくれって言うと、なかなか見せてくれなかったですね。何書いてるのかすごい気になってたんですけど、子供の時にあまりにも気になるんで、おばあちゃんの日記を盗み見してしまったことがありまして、で、その中に僕のことが結構書かれてて、僕陽介って言うんですけど、岡田陽介って言うんですけど、陽介のこう体調が心配だとか、
陽介が今日、こういう風に無理を言ってきたとか、すごい僕のことをいっぱい書かれてました、はい、だけどなんか嬉しかったですね、うん、なんかこうおばあちゃんがまあ直接僕には言ってこないけど、うん、自分が思ってることを、うん、書いててなんか嬉しかった、あ、そういう風に思ってくれてたなと思って嬉しくなりました。あ、日記盗み見るのは良くないと思います、すいませんおばあちゃん、はい、本当にすいません、はい、で、ラジオネームピリオドさんは最近日記をつけ始めたんですね。なんか日記、そうだな、まあ、僕は SNS なんですけど、自分の日記を見返すとですね、自分が変わったことがよくわかりますね、うん、自分がこういうふうに変化したんだなということで、日記を見るということはなんか自分と向き合うことになるのかなと僕は、感じています。はい、もしピリオドさんがなんか日記をつけ始めてある程度時間が経って何か思うことあれば、また教えていただけたら、幸いです、はい、ありがとうございました。中空岡田に相談、質問など、おはがきや SNS のメッセージから、コメントを受け付けております、ではそろそろ閉店の時間が近づいてまいりました。またのご来店お待ちしております。